東京海洋大学、海洋の研究、教育に特化した大学である。2003年、平成15年10月にともに120年以上の歴史を持つ東京商船大学と東京水産大学が統合し、開学2004年4月から学部生の受け入れを開始した。工学部では乗船実習が義務であり、 旧東京商船大学は長年日本商船隊を支えた船乗りを輩出し、水産立国の礎を築いた旧東京水産大学と共に、現在でも海に関連する科学、工学的な専門分野に受ける教育と研究で、その良き選抜となることを目指している。大学の法人本部が設置された品川キャンパスには海洋科学部が置かれ、海洋環境、生物資源、 食品生産、海洋政策文化に関する教育と研究が、また、中島キャンパスには、海洋工学部が置かれ、船舶職員の養成とロジスティックスの分野の教育と研究を行っている。学部は、見学以来の伝統に基づき、実学を基本とし、専門科目の講義以外にも練習船を用いた、実習や、数カ所ある学外の施設を用いた、 遠泳実習や実験を課している。遠泳実習は男女共に学校指定の共泳用水着の購入が必須である。大学院では海洋の科学技術に関する高度専門技術者の養成を目標としている。なお、講義内容は船舶水検関連が9割を占める。遠隔説の主要な出展は公式サイト。 海洋工学部、東京商船大学の前身である私立、三菱商船学校は1875年、明治8年11月設立、1925年、東京高等商船学校に改祖。海洋科学部、東京水産大学の前身である、大日本水産会水産練習所は1888年、明治21年に設立。 両学部とも120年以上の歴史を持つ。当初、昌泉学校は、永代橋下元の霊岩島、現在の中央区新川に繋がれた、聖大丸を校舎とし、水産練習所は、越中島に校舎があったが、後に、昌泉学校も越中島に移設された。東京高等昌泉学校は明治、大正、昭和を通して、南関校として有名で、俗に、陸士、海兵、 高等商船と受験生から呼ばれ、陸軍士官学校、海軍兵学校と並び称されるほど、全国から秀才が集まった。当時の様子は、六代目練習船大勢丸の世界修航を綴った、米、久保光助町の海のロマンスに詳しい。水産講習所も、当時、戦前は、授業料がなかった。元内閣総理大臣、鈴木善光は、 宮古水産学校、岩手県を卒業したが、学校の弁論大会で当時は、社会主義に通ずるものとされた、漁業共同組合、協論を述べたため、就職先がなくやむを得ず進学した。東京高等商船学校、水産講習所沿用漁業科の学生は、在学中は、海軍予備生と、卒業すると、海軍予備生尉の階級が与えられ、 有事には軍務に服することが定められていた。2017年度に設置された。2017年度に海洋科学部を改組して設置された。大学祭は越中島キャンパスと品川キャンパスで分かれて行われる。商船体系の海洋会と水産体系の落水会がある。埋め立て地のこの地は戦前は海軍経理学校の戦争末期の疎開キャンパスで、 あったが、戦後米軍に接収された。越中島キャンパスが、米軍に接収され、栗浜に移転していた東京水産大学、水産講習所は、越中島キャンパスは狭いため別の代替地を東京に、探していた。1954年東京水産大学は、現在の品川キャンパスの一部を入手し、1.2年は、栗浜キャンパスを、 3.4年は品川キャンパスを使用することになった。1957年にさらに米軍接収から解除された敷地を得て1.2年も東京に呼び戻すことになった。そのような歴史のため昭和初期の建物が多く残る海洋工学部の越中島キャンパスとは雰囲気が異なり校舎などは比較的新しいものが多い。キャンパス内には 大学会館、付属図書館、蔵書数約18万冊、運用丸、クジラギャラリー、クジラの骨格展示などがある。また、併設されている水産資料館には、船舶の模型やホルマリン付けの魚が展示してある。都心の大学では珍しく、グラウンドテニスコート、体育館、プールがあり、学部1年の体育実技は、週1回キャンパス内で行われる。 もっともプールは7月の臨海実習の前に1回、タイム測定が行われるだけで、あとは水泳部、潜水部、水産生物研究会らが扱う。なお、友鷹寮、8号館、9号館は、京急本線、北品川駅で降りて裏門から入る方が早く、こちらを利用する者もいる。戦前は、東京高等商船学校と水産講習所、 1902年に港区芝より越中島の商船学校隣に移転の敷地であったが戦後米軍に接収されたため東京高等商船学校は静岡市清水区にある現国立清水海上術短期大学校や東海大学海洋学部の所在地に移転し水産講習所は横須賀市栗浜の現栗浜駐屯地所在地に移転した越中島キャンパスは 連合軍の接収解除後に警察予備隊、保安庁が引き続使用し、1956年に東京商船大学に返還され、3.4年と本部が東京に復帰した。1960年に旧水産講習所部分も東京商船大学に所管外となり1.2年も東京に復帰した。隅田川の川口沿いに位置し、約10万平方メートルの敷地には、 教室、教育研究室をはじめ、開示、船舶に関する資料、展示物を展示する100周年記念資料館、海の日の由来ともなった、明治天皇の東北、北海道地方巡行に利用された日本最古の、鉄船、明治丸、重要文化財、船舶運航性能実験水槽、プラネタリウム、日本で2番目に古い、帝国、保健管理、センター、ポンド、船着き場などがある。 また、物流センター等での作業シミュレーションを行う、シミュレーターや世界最大級の操船シミュレーターがあり、CG の映像による模擬乗船実習などに活用している。さらには、1930年、昭和5年に建てられた一号館、登録有形文化財をはじめとする歴史的な古い、特徴ある建物がいくつもあり、数多くのテレビドラマや映画のロケ地として使われ、 2005年度は19回のロケが行われている。海洋工学部の学部生、乗船実習課生の1ヶ月以上の乗船実習は、国土交通省所管の独立行政法人公開訓練所の練習戦で行われる。建前としては両学部生とも、両方の寮に入寮希望を出し、第1志望は、友もお高第2希望は、海洋寮として出すのも可能である。 海洋寮から品川キャンパスに通うことも可能である。実際には東京駅で京葉線から京浜東北線への乗り換えに20分かかり、かなり大変である京葉地下丸の内口、または京葉地下八重洲口から東京国際フォーラムを通り、有楽町駅京橋口に抜けるルートもある。定期券でなくても利用可能。友岡寮は入寮希望者が多い。 家賃にあたる、寄宿料が四千七百円のため、水光熱費は、別途必要が、海洋工学部の学生も少数ではあるが、入寮している。これに対し、海洋料は、寄宿料が七百円だが、アイベア以外の入寮が認められていない。ちなみに、昇仙大時代の寮家、ああ、月名は淡くしてと応援か怒りを上げて、アメリカ海軍軍歌の替え歌、相撲の対抗戦闘で使用は、 他大学生が口ずさむほど、大正時代は有名であった。海洋寮は、今も、寮家指導、カッター訓練等伝統を受け継いでいる、応援家などはいつしか忘れられ、なくなっている。一方、友高寮は個室化による、アパート化を防ぎ、自治寮の伝統を守るべく不請している。2009年より、海洋寮回収に伴い、暫定運用になっている。現 寮生も部屋の移動が行われている。本部によると、友高寮専攻で、海洋工学部生を差別しないとのこと。どちらの寮も、食事、寮食がない。学期中の平日ピルマは、盛況食堂を利用できるが、それ以外は外食、コンビニ弁当、自炊となる。特に、品川は、東口再開発で手頃な店が少なく、北品川商店街もシャッター通りになっている。 場合によっては、ジャスコ品川シーサイド店まで行く必要がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。